二つの主体が互いと通信するときに第三者にその通信が聞かれることを望まなければその主体は他の誰もその通信内容が理解できない。これは安全な手段による通信、いわゆるセキュア。例えば HTTPS で始まる URL にアクセスすると暗号化通信になりセキュア通信の一つと言える。セキュア通信の主要要素はとして求められる性質は である。このうち、可用性とアクセス制御が加わったのは最近のことである。日常的な電話や電子メールなどでの通信では盗聴の可能性を意識することがなくても、金融、商業、外交、軍事などの分野での通信においては、盗聴や改ざんへの対策が必要であろう。盗聴の可能性は、法律、主言、 技術的な問題やコミュニケーション量などの現実的な制限により限定的であるとしても安全性は保証されていないことには変わりはない。シグシリーの展示国立暗号博物館1898年、ニコラテスラは発信者と受信者の間の赤ア通信を可能とする無線操縦のボートの実演をマディソンスクエアガーデンで行った。赤ア通信の有名な形の一つには グリーンホーネットがある。第二次世界大戦の間、英国のウィンストン・チャーチル首相は、アメリカ合衆国のフランクリン・ルーズベルト大統領に、重大な電話をかける必要があった。この電話では、輸送や、部隊の展開のようなものについて話された。最初、この会話は安全と考えられていた、無線電話を利用していた。アイニクナチスはオランダに盗聴基地を持ち、彼らはすべてを聞くことができた。 それがわかると、直ちに無線電話の使用は停止され、グリーンホーネットと言われる全く新しいシステムの利用が開始された。それは、会話内容にホワイトノイズのコピーが行われて働き、通信相手の側では同一のコピーが覗かれた。これは傍受している誰でもただのホワイトノイズを聞くことを意味し、しかし、二つの同一コピーが首相と大統領にある、ことで彼らには会話は、 はっきりしたものであった。最高機密だったため、グリーンホーネットの場所はそれを作った人間と、ウィンストン・チャーチルにのみに知られていた。そのため誰かが、チャーチルがそれがある部屋に入るところを見ても首相が、掃除道具の札がかかったものを置きに入るように見える、だけであった。今日でもグリーンホーネットの仕組みからそれが破られる、ことはないと言われる。 セキュリティは外して一家に例と共に列挙する項目の元で分類されるこの三つはそれぞれ重要であり状況によってはどれかが決め手となり得る。例えば通信がすぐにし、コンピュータについてもセキュリティが適用されている場所と何を守っているのかを確認することが重要である。セキュア通信に関係する今一つのカテゴリは終端部におけるセキュリティの解放に乗じるソフトウェアである。 このソフトウェアのカテゴリーはトロイの木馬、キーロガーお及び他のスパイウェアを含む。これらの活動に対しては通常、日常的に主流のセキュリティ手段で対応される。その手段には、アンチウイルスソフトウェア、ファイアウォール、それにある種のプログラムで、アドウェアとスパイウェアを識別するかもしくは無力化するものに加え、すべてのウェブのページを読みながらチェックし、含まれている。 一般的には余計な部分を識別し削除するプロクサーマトロンやプリバキシーのようなウェブに対するフィルタリングソフトといったものがある。概してそれらはセキュア通信よりはコンピュータセキュリティの分類になる。詳細は暗号を参照暗号化によりデータは未許可の人間には読むことが難しくなる。 暗号化は破られることを極端に難しくできるため、多くの通信では可能な程度より、故意に弱い暗号化を利用するか、もしくはバックドアを入れて、迅速な解読を容認する。場合によっては、政府当局により秘密裏にバックドアの設定が求められる。多くの暗号化手段は、中間者による攻撃にもさらされる。セキュア通信を行うところを見ることができる。 第三者は暗号化の手法に通じてしまう。これは例えば、インターネットサービスプロバイダにおける、コンピュータの利用監視について言えることである。正常にプログラムされ、十分に強力で、鍵が盗まれていないとすれば通常暗号化は安全と、考えられる。暗号化は、その使用を必要とするように、つまり、暗号化された通信が不可能ならば、発信が行われないように実装することも、 もしくは程度を下げて行われるように実装することも可能である。日より見暗号化は暗号化を必須にするよりは安全性が低いものの、これは誰と会話を始める時でも毎回、あなたは、ナバ保護を話しますかと聞くことに類似している。答えが肯定的なら、会話はナバ保護で進むが、さもなくば、両人の共通語で会話が続けられる。この手段は一般に、 認証や匿名性を提供しないが、会話の内容を盗聴から保護する。詳細は、ステガノグラフィーを参照。ステガノグラフィーは、データを別の全く無害なデータに隠すことができる手段である。絵のデータに埋め込まれた所有を証明する、透かしのように、そのような方法では、どのようにそれを見つけるか知らない限り見つけたり覗いたり、することは困難である。 それは通信では例えば電話番号のような重要なデータを明らかに全く無害な MP3 音楽ファイルに隠すことである。ステガのグラフィーの一つの長所は一見妥当性のある法的否認権である。つまりデータがそこにあることの証明は通常簡単ではないがそれができない限りファイルが何か含むことを否認できる。ウェブ上では本質的に匿名性を持つため求められない、もしくは 悪意のある振る舞いができる。実際のアイデンティティベースドネットワークは匿名性に変えて送り手と受け取り手の確認がなされるため本質的により信頼できる。近年では匿名ネットワークはセキュア通信に利用されてきた。同一のシステムを利用する多くの利用者は原則として匿名ネットワークを通した通信を行うことが可能であり、その手段はいずれの通信文全体も その送り手、その最初の発信元と最後の送信先の場所をも見破ることが全く難しいものである。例は、クラウズ、トア、i 2に P、ミックスミニエン、各種のアノニマス P に P などである。理論的には十分多くの他の機器が使用されることから身元不明の装置は気づかれない。これは必ずしも現実ではない。それはネットワーク全体にわたって、 通信を監視。例には、公衆電話、インターネットカフェなどがある。詳細は、盗聴を参照通信機もしくは関係する建屋に監視用と、転送用の機器のどちらかでも、密かに設置することである。詳細は、コンピュータセキュリティを参照コンピュータから得られるどんな、セキュリティもそれを危うくすることができる多くの手段がある。ことから限定的である。クラッキング、黄色がー、 バックドア、もしくは極端な場合はキーボード、またはモニターから出る微小な電気的信号を監視する手段により何がキー入力されたか、もしくは何が見えたかが再現される。ある場合には個人の口頭での会話はレーザーの利用によって盗聴されている。これには通常、高感度レーザーが窓に向けられ、音声によるわずかなガラスの振動を捉え、 会話を再生することを含む、携帯電話は簡単に手に入れることができるが、同時に簡単に追跡され、盗聴される。暗号化がなく、電話は追跡可能であり、携帯電話の会社が利用者に気づかれずに、いくつかの携帯電話のスイッチを入れ、そのマイクを利用して、聞き耳を立てることができる、監視対策の専門家ジェームズ・アトキンソンも同じ部分を引用しているが、 セキュリティを意識する会社役員は日課として彼らの携帯電話からバッテリーを取り外すのは多くの電話ソフトウェアがそのままか修正することで利用者に気づかれずに送信させることが可能であり利用者の居場所は信号による三角測量や今新しい機種で利用される内蔵の GPS 機能によって小さな範囲に限定されるパブロエス・コバルは 彼の携帯電話の信号によって居場所を特定されて暗殺された。陸上通信線は盗聴するには権限が求められるが他にセキュリティ手段はない。コードレス電話は信号を読み取られ解読されて盗聴されてしまう可能性を持っている。詳細は匿名を参照公衆電話、インターネットカフェなどどの種類の第三者システムの利用でも大抵は全く。 安全であるが、そのシステムが知られている、電子メールのアカウントもしくは、第三者につながるように使用されると向こう側で、盗聴されたり、気づかれたりする可能性があり、このことから用得た安全に関する全ての利点が、失われる。国によっては、インターネットカフェ利用者の登録義務がある。匿名のプロキ士はもう一つの一般的な保護のタイプで、あり、多くの場合は異なる。国の、 第三者を通して利用者のネット接続を可能にして追跡されがたくする。これには平文が盗聴できない、もしくはプロキ士が利用者、または通信内容全体の記録を残さないとする、何らかの保証があることは稀であることには注意が必要である。そのため、匿名のプロキ士は一般に役に立つ道具であるが、より良いセキュリティが保証できる、他のシステムほど安全ではない可能性がある。 その最も一般的な利用は、発信元の IP アドレスの記録を利用する、ウェブサイトに残さないためである。典型的な匿名のプロキ士は anonymyzer.com や spynot.com のような標準の、ウェブサイトで見つけられる。そこでは、通常のプロキ士に加えて一時的に稼働している、莫大な数のプロキ士のリーストの更新を行っている。 無線インターネット接続は、その安全性がない状態のままであったため、このテーマに関しての最近の進歩がある。その効果は、基本装置の範囲にいる誰でもが接続に相乗りできること、つまり所有者に気づかれることなく利用できることである。この方式では必ず多くの接続が解放されたままとなるため、相乗りは意図的、または無意識に起こり得る状態であり、 場合によっては接続の所有者がダウンロードしたこと、あるいは知らない他人が接続しようとすることを知っていたことを証明することを困難にすることから十分な防御になる。この例はタミーマーソン事件であり、隣人と誰でも著作権のあるファイルを共有することの罪があったかもしれなかった。反対に別の場合には安全性がない接続で故意に企業と家庭が探されることがあるが、 それは違法に匿名性を有してのインターネット使用のためか、あるいは単に自由な対域を得るためである。ありがとうございます。